2011年岩手県知事選挙は、2011年9月11日に行われた岩手県知事を選出する選挙である。現職の達祖拓也の人気満了に伴う知事選挙。本来は、第17回統一地方選挙の日程で実施されるはずであったが、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による震災の影響を考慮して延期されていた。 政府は8月2日の閣議で、岩手県知事選挙を含む13選挙の日程を正式に決定し、知事選挙は9月11日に投票が行われることが決定した。選挙は8月25日に告示され、政権与党である民主党が推薦する現職で2期目を目指す達ッに対し、野党の自民党や社民党などが支援する県議会議員の高橋博之、 共産党推薦の鈴木露通、部所属で、前回の知事選に続く2度目の挑戦となった、阿修那哲夫の新人3人が挑む構図となった。各党の対応は、政権与党の民主党が達相、共産党が鈴木をそれぞれ推薦。自民党は、独自候補要率を、一旦は、断念したが、現職の達相の特定政党に偏った。 政治姿勢への党内での批判は強く、県連は、同党での擁立作業を再開。超党派と民間人を入れた、政治団体岩手復興県民の会を、社民党や地域政党岩手の県議らとともに立ち上げ、非民主党候補として、高橋氏を擁立した。みんなの党は一旦は出馬の意向を固めた、同党員の中村力の推薦に動いたが中村が、自ら出馬見送りを表明したため、 最終的に実施投票とした。公明党も実施投票とした。国示日の8月25日に立候補を届け出た候補者は以下の通りである。立候補届け出順。各候補の得票率投票率は59.92%で、前回2007年の68.53%を下回る投票率であった。 当日の有権者数は108万4888人であった。候補者別の得票数の順位、得票数、得票率、赤配率、教託金没収外教は以下のようになった。教託金欄のうち、没収とある候補者は有効投票総数の10%を下回ったため、全額没収された。得票率と赤配率は未発表のため暫定計算とした。 選挙の結果、現職の達祖が高橋ら三氏に大差をつけて再選を果たした。当選した達祖は、県が8月にまとめた復興計画を事実上のマニフェストとして、掲げ県内の幅広い有権者からの支持を得ることに成功した。一方、全岩手県議で自民党や社民党、地域政党岩手など非民主勢力の後押しを受けた高橋は、 出馬表明が7月末で出遅れたことと、知名度不足もあって指示が浸透しなかった。ありがとうございます。